ソフトバンクグループの業績に影響するかもしれません。アメリカのシェアオフィス大手 WeWork は6日、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。新型コロナの影響によるオフィス会員数の減少などにより、資金繰りに行き詰まり、経営破綻に追い込まれました。WeWorkにはソフトバンクグループが出資していて、損失が生じる可能性があります。